様です。東区湾でございます。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、特にないんですけど、車検を受けてから大体1ヶ月ぐらい経ちました。それに関してのちょっとレビューをしてみたいと思います。東区湾でございます。いつもご視聴ありがとうございます。6月の初旬にですね、このプリウス車検を受けまして、だいたい1ヶ月ぐらい経ちました。特にですね、1ヶ月経って、特に不具合はございません。そうですね、もし、その点検した部分にですね、不具合があった場合は、そうですね、保証期間ということで、もう一回なんか見てもらえますね。でちょっと今回格安車検だったということで、ちょっと心配はあったんですけど、今のところ問題はございませんね。そうですね、特に僕の知り合いなんかですと、何人かそうですね、ユーザー車検の方もいらっしゃいます。その方たちに聞きますと、だいたい下回り見て、あと、ブレーキパッドの残量とか、そのぐらいしか見てないとかって言ってますね。それで直接離婚局持ってって、そのまま車検通しちゃうみたいな感じですね。それと比べたら多少は、そうですね、一応民間車検場のその業者さんに見てもらったので、ちょっと安心感もありますね。何か大きな違いですと、ディーラーと比べたらかなり安く済んだという感じです。そうです。前回お伝えしたようにですね、車検がディーラーさんでもしやった場合は20万円超えると言われたので、それが今回7万円、6万円後半なんですけど、で、済んだということで、よかった、それは良かったと思います。そうですね、相変わらずそうですね、このオーディオなんですが、もうこちらのツイーターからしかもう音は出ません。もう諦めました。ほとんど通勤にしか使ってない車ですので、そこのとこはもう大丈夫かなと。家族で出かけるときなんかですと、もう1台の、ミニバンの方で、大丈夫かなっていう感じしますね。今日はですね、雨、降ってるっていうことで、最近梅雨なんで、もう雨が多いのはしょうがないんですけどね。特にそうですね、去年の年末に交換しましたタイヤなんですが、ブリヂストンのエコピアなんですが、雨の日もですね、特に不安なく走ってます。前つけてたブルーアースエースですか、あれもウェットは良かったですね。どちらかというとブルーアースの方がエコピアより、そうですね、グリップいいのかな。でもラベリング一緒なんですよね、確か。ここホルクスワーゲンのディーラーですね。いいですね。ホルクスワーゲンね、僕でしたら今そうですね、ゴルフの GTI なんか、ちょっと乗ってみたいなって感じしますね。デュアルクラッチの感覚なんか、どうなのかなっていうのにちょっと興味ありますね。すいません、ちょっと脱線してしまいました。雨の日、そうですね、走ってる感じなんですが、水たまりのとことか通る感じですと、本当に安定しているタイヤだと思います。前ですね、不動産屋に勤めてた時に、
乗ってたプリウスなんですが、それがですね、ブリヂストンの、同じブリヂストンのネクストリーが入ってたんですよ。そちらはですね、結構ウェットグリップ、雨の日はちょっと弱いかなって感じしますね。まあどこで分かったかと言いますと、ネクストリーの場合はですね、よくマンホールの上を通過するときなんかちょっとズルってきてくるような感じはしますね。でブルーアースとか、あとこのエコピアの場合ですと、それはちょっと軽減されたかなと思いますね。今わざと水溜りダーッと走ってますけどね。そうですね、排水性っていうんでしょうかね、結構いいと思います。あまりハンドルも取られないですし、水はけっていうんでしょうかね、結構いいと思います。今ですね、ブリヂストンのこのエコピアなんですが、エアはですね、フロント 2.3 のリア 2.2 の、これがですね、純正の空気圧となってます。まあ、一時期フロント 2.7 とか 2.5 とか高めで乗ってたんですけど、もともとこのエコピアなんですが、ちょっと固めな感じがしまして、かなり乗り心地が悪くなってしまいますので、とりあえず今は標準空気圧で乗ってます。で燃費なんですけど、特にそうですね、空気圧を 2.5 とか 2.7 とか上げた場合と、あと今の標準の空気圧と比べますと、あまり変わらないような気がしますね。若干空気圧を高めた方が多少はいいんですよ。本当に気持ち程度しかちょっと変わらなかったので、今回のこのタイヤは標準空気圧で乗ってます。本当最近雨ばっかりですね。ガラスの方なんですが、これ今液体ワイパー、ガラコを塗ってます。そのガラコといってもですね、一番安いやつですね、普通のガラコっていうやつですね、よく量販店で安売りで売ってるやつですね、大体安いところで500円ぐらいで買えますかね。で今度ですね、昨日なんですけど、ホームセンターのカインズホームさんでオリジナルブランドなんですが、そこで販売してるそのウィンドウコーティング剤を購入しました。なんと税込み298円でした。はい、私はこの前ですね、ちょっと誰かの YouTube チャンネルちょっと見たんですけど、なんか効果が すごかったらしくて、298円の割にはすごい効果があるという感じなので、もう即もうその日に買いに行きました。そのカインズホームオリジナル そのウィンドウコーティング撥水剤ですね、それも後にデビューしたいと思います。で結構ですね、この道路って輪立ちが多いんですよ。でもこのエコピアの場合、そうですね、あまりなんかワンダリングっていうんでしょうかね、ハンドルが取られるとか、そういうのはないんですね。まあ、どっちかというとこのプリウスの場合、タイヤサイズが185の6号15なんで、まあ、比較的細いタイヤですので、まあ、ワンダリングはちょっとそうですね、あんまりほとんど気にならないですよね。前乗ってた3人の GTR なんですが、あれです と前後とも265、265、4017なんていうタイヤ
履いてましたから、あの時はもうハンドルむちゃくちゃ取られまくりましたね、わだちに。まあ、今は本当にこんな細いタイヤなんで、あんまタイヤ関係ないかな、これ、タイヤが細いからですね。先月車検受けてちょっと車検を取った時期にすぐ入れたあのワコーズの QL1 なんですけど、あれ入れてからだいたい1000キロちょっとぐらい走りましたけど、まあ、なかなかいい感じだと思います、はい、アクセルをですね、アクセルを全開にした時なんか、昔はですね、そのまあ、ちょっとチリチリチリ音っていうんですか、チリチリ、音がしたんですけど、ぴったり治りましたね、まあ、それがノッキングって言うんでしょうかね、それは完全になくなりました。これ本当に良かったです。今ちょっとアクセル全開にしてみたんですけど、ちょうどこれ橋のつなぎ目で、つなぎ目が、ちょっと鉄板なんで、ちょっと今トラクションコントロールがかかっちゃいましたけど、特に大丈夫ですね。ワコーズのヒューエル1なんですけど、なんかに初めて入れる場合はなんか2本ぐらい入れた方が効果が出るってやってましたね。僕の場合まだ1本しか入れてないので、まあ、今度2本目投入したいと思います。でもね、1本1600円ぐらいなんで、そうですね、ここ最近の燃費は大体 23.9 ぐらいになります。最近そうですね、ちょっと雨多いので、ちょっと水たまりの上とか通ると結構抵抗になってしまいますので、やっぱり若干燃費が落ちてしまいますね、はい、でこの季節ですとだいたい24キロから25ぐらいの間ですね、最近ちょっと雨が多いのでだいたいこのぐらいの燃費ですね。今日は以上になります、はい、いつも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。